はいみなさんどうもミてィです。どうもどうも今日はですね、微分形式の形式ということについての注意みたいな話をしていきたいと思うんですね。 あの、微分形式ってね、まあ、大体、機械の本とか、解析の本とか、だい出てくるんですけど、そこで大体書いてあるのは、まあ、とりあえずは記号だと思って、台数的に、そして形式的に扱っていくのが良い。で、やっていくうちに、どんどんこう、分かってくるから、みたいなことが書いてあって、で、あるよ、あるよ、といろいろなね、あの、外析台数とか、まあ、積分の定義とか、まあ、あとは、なんじゃ、あ、なんか、ドラム、なんちゃら、ーほう、みたいなこととか出てくると思うんですけど、まあ、それはそれでね、いいんですよ。だけど、やっぱりこう、微分形式といったときに、なんか、よう分からんな、というような印象がある。 でっていうのは、高校以来ずっとこう、dydx っていうのは、常に日の形で出さないと、これは微分の定義に反するっていうのことがありますよね。とは言いつつも、積分の変数変換とかそういうものの時に、dy イコール f' dx みたいなのこう、分けて書いてしまうということがよくあったりするわけですよ。積分、あの、変数変換の時にね。で、でもこれは本当に言っちゃいけないんだけど、高う計算スペースとかでやっていいよ、みたいなこととか、でも、の、数学高校生的にはそうなんだけど、大学数学以降ではちゃんとやるよ、みたいなこととか言われたりすると思うんですよ。で、その時にはじ、あの、 ようやく出会えたと思った理由形式は結局のところ形式操作で有効化からみたいなことがあったりするわけですよね。で、そういうなあの意味的数学から形式的数学への過渡期みたいなことがあったりしてま、そういうのをお話をしていきたいと思うんですね。 で、もっぱら微分形式以外にもこういうものは現れます。もう意味というのを積極的に忘れて、むしろ形式操作によっていろいろ進めていくんだ。まあ、むしろ現代数学というのはそういう立場なんですよ。構造主義といって、もう無定義用語を基本的に効率として認めて、もうどんどんやっていくというのが、まあ実は言ってしまえばその点なんですけど、その延長上にまああるといえばあるんです、微分形式をね。ただ微分形式の出所というのはやはり dydx みたいなものが出てくるわけで、それはライプニッツとかニュートンの時代からずっと扱われる無限小概念なんですね。で、この dx とか dy というものの無限証 概念というものがいろいろな哲学論争を見ましたこの DY というか DX というのがある時はゼロある時はなんかゼロじゃない,いもうこんなんありえないやろみたいなこととかでも実際使ってみると物理とか解析とかそういうものでもめちゃめちゃ便利だしもう使わない手はないというような類なんですで厳密化がされたのは実はまあ18世紀19世紀以降の話でそしてさらに現代的に言うとさらなるそれを超えた厳密さ厳密性とか小売系という話になっていくわけですなので何回のステップを踏むわけですね高校数学から大学数学に対して のその発展の形式というのは、実はその講師とか、まあ、いわゆる解析的な厳密性とか、そういうものになってくるわけですけど、むしろその次に代数的な厳密化という厳密化運動というのもあったりして、それはある種のギリシャの先祖返りなんですけど、まあ、それちょっと違うわけですよね。で、今回のこの微分形式みたいな話を題材にしたいんですけど、それどっから来るかというと、エリカルタンから来るんですね。で、カルタンはどういうことをしたかというと、単なる形式だと思いなさいと。まあ、そこに率先的な意味を持たせないと。でも。それを射程何を射程にしているかとは実は解析とか。 気化学ににおけるる積分論みたいなことを題材にしているんですねそういう時にこの dydx ってじゃあどういうものをモチーフに題材としてしているのかっていうと、実は各点における微小変化なわけです。物理的な言葉で言うと変異みたいなものになっているわけですね。何かこう平面で考えましょう。二次元で考えましょう。例えばここに xy という点があります。この時にこの 移動量。X 方向における移動量、微小変化量。まあ別に微小じゃなくても何でもいいんですよ。形式的な操作ですから。これを DX と言って、縦方向の方を DY というわけです。一方でこの辺に例えば X プライム、Y プライムみたいなことの別の点たとしましょう。AB とか ST とか何でもいいんですよ。でこれがやはり DX でこれが DY だったりするわけです。この DX とか DY で同一の文字を使っていますけれども、実はまあ違う点においては基本的には違うものだと思ってください。つまり何か点を固定してその近辺で考えるわけですね。で、これは全く区別する必要がないというのがある意味嬉しい ところなんですけどというのが、実はあの、ユークリット空間におけるですね、各点の対等性みたいなものなわけです。どの点においても全く同じ構造があって、しかも全く同じような設平面が作られるというのが実は対応体的な言葉で言うとそうなんですけど、全く一つの同じの回避服で取れるという、しかも全域においてね、それがまあ若干ユークリット空間の非常にありがたいところなんですけど、それは対応体的な立場であって、まあそもそもこういうもの、とてもありがたいものがあるから、そういう言葉を使って対応体の話をしようって言えば、まあ逆ではあるわけですよね。で、最終的に何かと、 というとこの DX とか DY というのは、各点におけるさらなるユークリット空間なんです。つまり、今平面があって、この点においてさらにこう空間の、を張るわけですね。それ、各点 P において何か二次元の平面をさらに考えるんです。二次元の平面における、各点におけるさらに二次元の平面というような感じなんですこれがいわゆるタンジェントスペースと言われるものなんですが、これは右軸のことを DX と言って縦軸のことを DY と呼ぶわけです。なんかすごいごちゃごちゃになってますね。つまりですね、DX とか DY というのは、 もはや移動量であり、あの変化量なんですけど、これ自体が一つの規定なんですね。な、ま、の、あ、で僕たちはこの二次元の量で言った場合に、ちょっと変えましょうね。二次元量で言った場合に、ベクトルと座標成分というのは変えて、基本的に区別して考えていたわけです。こうやって、 x と y というのがあって、点があって、これが座標なわけですね。この xy という座標だったわけです。この辺の記号はちょっとあえて同じものを使っていますが、そうすると、ここにやはり別の空間があって、これのことを、移動量のことを dx とか dy というのであれば、ここに dx 空間、dy 空間というのがあって、実は微分形式というのは、さらにこれの規定の、別の規定の表現に過ぎないんだっていうことなんです。平面のね。これが別に2次元だろうと、3次元だろうと、何次元だろうとよくって、各点、座標成分で表現されるような各点において、そこに何 何か別の平面とか空間なりを考えてそれの規定のことを dx か d y と呼ぶというような観念がまずあるんですねま企、あ、画等をやるとそういうものはあ思われるわけですけどでこれのことをまあ積極的に考えてみるとじゃあこれで定義しちゃえばよくねってなるわけですよつまりベクトル空間の,てあのて定義定 こう、氷えっ、ー、と、シェアは規定なんですね。規定で取ってしまう。なんかバグったな、今。えっ、ー、と、レクトル空間の規定を取ってしまえばいいわけですよ。まあ、そういうような考え方なんですよね。まあ、これがまあ、ある種の、もともと無限小概念というところからスタートして、じゃあ、規定として表現すればよくないっていうようなことになって、そしてさらにどうなっていくかというと、単なる集合の、あの、直話を取ったり、え、なんか、あの、席を取ったりするっていう形式操作になると、これはもはや現代的な氷付けなわけですけど、 もう意味を離れてしまうんですね。単なる規定の規定だっていうだけなんですよ。そういうところで、まあ、例えば、線形代数を大学1年で習った時にこういう使い方をするとは全く思ってはいないわけですけど、まあ、ちょっと出てくるとすれば線形代数における相対空間というところがまさにこれに対応するわけですね。座標成分というのがまさに座標成分で、それのデュアリティというのが出てくるわけですけど、その RN という一つの空間が座標空間であり、ベクトル空間である二つの構造が入ってるわけです。同一の集合に対して別の構造を与えているわけですね。で、別の構造なので本、本来は区別

まあまあいきなり聞いてもよくわかんないと思うんで、あの一応線形台数を言葉ぐらいは知っておいて、まあ実際の運用段階になって、対戦、企画等をやってみると、まあそういうこと言っていたのねって、後から理由がつくようなものだったりするわけですよね。で、こういう段階になってくると、あ,あ、なんだ、微分形式とかなんだっていうのは、まあとりあえずは形式的なものとして受け入れたんだけど、まあよくよく考えたら単なるデュアリティやないかいっていうふになるわけですよ。しかもデュアリティというふになると、実は 関数としての特徴付けというか、関数だって思うようなことができて、実はこの微分形式や単なるこう無限小概念というのは実は単なる各点における関数なんだ程度のものにやってくるわけですよ。しかも3回の行列だったりするわけですけど、まあそういう細かいことは置いといて、実はむしろ、 そういう無限、本来は無限小概念から来てるわけですね。ライプニッツとかニュートンとか、あとはフェルマーの概,概念から来るとそうなんですけど、もうだいぶ意味を離れてきましたね。今の段階で言うとね。で、そしてもう記号的数学になっていくわけです。単なるデュアリティ規定の、規定に過ぎないんだという、そのもう記号的、何か代数的な処理になっていくわけです。そうなってくるとね、もう、お分かりでしょう。あの、どうでもよろしいことになってくるんですね。で、こういうような経験を経て、 まあ大体教科書を書いている人々は、まあとりあえずはあの機械的にやるのがよろしいよとで。とりあえずと言いつつそれが結局は本的になってくるわけなんですけど、もう主流になってくるわけなんですけど、でも心の中では実は無限小概念で捉えているという、ちょっと本音とたまい的なところがあるんですね。で、さらにこの記号的な定義をする、例えば一時部分形式みたいなことで言うと、まあ、 かけるかなえっ、ー、と、f の dxdy みたいなことで書かれると思うんですけど、これ、この席って何やねんっていうことなんですけど、まあ、テンソルで表現されたり、すっごい汚いね。テンソルで表現されたり、まあ、あの、こういうものっていうのは実は全体として単なる記号列なんだっていうふうに捉えられるわけです。で、この記号列という考え方なんですけど、もちろんきちんとした線形代数的な表現というのはな、できなくもないんですよ。できなくはないんですが、やはり記号列、先ほどと同じように、この微分形式とかあの現象というのを規定と捉えるのがよろしかったように、これももはや記号 法律と捉える方がよろしいんですね。テンソルによる特徴付けができるけど、もう単なる記号列。もうかける、見れる、触れるの方がよっぽど厳密だろうと。まあ、かなり非常にプラグマティックなことになってくるわけですね。です。現代の数学というのは、そういう立場にあることが多いです。むしろ、あのプラグマティックにも、記号列として。一ゼロの世界にすべて還元できるのであれば、そちらの方が厳密だろうと。何が、何をもって厳密というか、そのセマンティックに意味を持って。こういう意味付けて、哲学的な特徴付けによってできる。なんていうものは、もう、もう。もはや夢世界であるということが、二十世紀初頭に分かってしまって。 いるわけですからそういうことは拭い去ってしまうんですね。むしろ本当にメタ数学的にも気応列でやっていく方が、ある意味では、えまあ、やりやすいということで、そういう意味を持って、とりあえずは、形式的操作だと思った方がよろしいと。まあ、実際そうなんですが、その数学の内部の構造と、数学に特徴づけ、あの、厳密を与えるメタ数学のちょうどなんか境目みたいになっているところがあって、非常にわかりにくいですよね。え、ごめんなさい。<laughs> そんなわけで、異文形式というのはそういう、ちょうどなんか境界的な、まあ、 もちろん昔の人も非常に苦労したんですけど、今逆手に取る、まあ、数学においては本当に逆手に取ることが多くて、こういうようなあ考え方が発展して、そして今大体の教科書はこういう風に単なる記号操作ですという風に断って逃げている、逃げているというか、まあ、本当にその通りなので仕方ないんですけど、そういう風に説明されていることが多いということでございます。そんなわけでちょっと長くなってしまったような嫌いがありますけれども、面白かった方々はぜひともチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。次の動画もご覧ください。さよなら。